はい、どうもイジです。今回は東大と京大を徹底的に比較して結局どっちの方がすごいのかっていうことをまとめていきます。別に大学なんて大学の雰囲気とか住みたい場所とか学びたい学問で決めればいいだけなんですけど、ただ単純に面白そうなので東大と京大をいろいろな項目で比較してみました。一応世間的には東大がナンバーワン、そしてナンバーツーが京大になってます。世間のイメージではそうはなってますけど、でも全部の項目で東大が勝ってるかと言われるともちろんそうではないです。いろんな項目でこの東大と京大を比較してみるとそれぞれの得意分野が見えてきます。それぞれの得意分野が見えてくればどういう人がどっちの大学に進学するべきかが見えてきます。別に大学受験に関係ない人も東大と京大の比較って単純に面白いと思うのでエンタメ感覚として楽しんでください。比較するって言ってもいろんな項目があると思うんですけど、今回は自分が勝手にピックアップした項目で比較していきます。ただこの8項目の比較でだいぶ東大と京大の違いがわかると思います。今回の8項目でどれぐらいの差でどっちが勝つのかっていうのを楽しみにしながら見てみてください。それでは早速いきましょう。1つ目の比較項目は受験の難易度です。東大と京大の受験難易度を単純に比較することって結構難しいと思います。というのも東大と京大が求めてる学生像って全然違って問題の方向性も違うからです。この東大と京大の違いを一言で言うなら、東大は高度で素早い処理能力が求められるのに対して京大は深い思考力が求められるっていう感じです。実際に東大はどの科目も範囲が広くてなおかつ問題量もかなり多いです。英語で言うと東大は英訳和訳リスニングと本当に大問数小問数ととにかく問題量が多いですね。一方で京大の場合はリスニングがなくて英訳と和訳の大問数が3つだけです。京大の場合は問題数はそれほど多くはないんですけど、でもめちゃめちゃ難解な英文が出たりとか、あとはこれどうやって英訳すんのみたいな英作文が出たりします。確か自分の受験の時は英作文の中に南極っていうワードがあったんですけど、南極ってどうやって英語にすんねんと思いました。こんな感じで京大の英作文って単語帳で見たこともないような単語が出てくるんですね。自分なんて単語帳も5つぐらい全部読破していたんですけど、それでもカバーできないような単語が出てきます。じゃあどうするのかっていうと、南極みたいな超難解なワードが出た時は別の言い方に変えて英語にします。地球の中で最も南に位置する大陸とか、ちょっと言い方はいろいろとあると思うんですけど、ただこうやって自分が書けそうな単語に言い換える力が求められるんですね。なので京大の英語は問題数が少ない代わりに一つ一つの問題でかなりの思考力を要します。数学にしても東大は素早く正確な回答を求めているのに対して京大は結構答えまでのプロセスを重視したりします。こんな感じで東大と京大って問題の方向性が全然違うっちゃ違うんですけど、でもやっぱり東大の方が問題は難しいなと思います。東大は一つ一つの問題にじっくりと時間をかけて取り組むことができて、なおかつ答えまでのプロセスもかなり評価されるんですね。でも東大の場合は一つ一つの問題がめちゃめちゃ難しいくせに全然時間がないんですよ。正直東大と京大の問題の難易度ってそんなに変わらないです。でも東大の方が時間が短いのでやっぱりその分難しいです。受験の難易度は一応偏差値っていう形で数値化されているので最後に比較しておきます。東大と京大の各学部の偏差値をここにざっと並べてみました。いちいち読み上げはしないんですけど、ただ全体的にやっぱり東大の方が3から4ぐらい偏差値が高いです。なので受験の難易度としてはここでは一応東大の勝ちとしておきます。2つ目の比較項目はキャンパスの立地です。やっぱり4年間、長い人だったら6年間キャンパスで過ごすことになるので、キャンパスの立地って超大事です。このキャンパスについては数値的なデータによる比較ではないので、特に勝敗はないです。個人の条件とか好みによります。じゃあなんで比較項目に入れたんやって思う人がいるかもしれないんですけど、勝敗はつけることはできなかったとしても、キャンパスの立地って結構気になる人が多いと思うので今回入れました。まず東大のキャンパスについてなんですけど、東大のキャンパスは全部で5つあります。この5つのキャンパスの中でも、やっぱり抑えるべきは駒場キャンパスと本郷キャンパスの2つです。他の3つのキャンパスのことはよく知らないんですけど、ただほとんどの学生が過ごすこの駒場キャンパスと本郷キャンパスはかなり立地がいいです。例えば駒場キャンパスの場合は京王の井の頭線に乗れば2駅ぐらいで下北沢とか渋谷に行けちゃいます。あと本郷キャンパスは上野に近いし、あとは武道館とか東京ドームみたいな有名スポットも近くにあります。青山学院ほどではないんですけど、でもやっぱり結構立地はいいですよね。ただ逆に言うと都会にあるがゆえに東大周辺の家賃って結構高いです。家賃が高いと言って少し離れた場所に住んじゃうと一元に出席するために満員電車に乗らないといけないです。なのでちょっと高い家賃を出せるっていう人は最高の立地かもしれないんですけど、ただ家賃をそんなに高いものは出せないっていう人だったらその立地の良さが裏目に出てしまうかもしれないです。次に京大のキャンパスについてなんですけど、京大のキャンパスは吉田キャンパス、桂キャンパス、宇治キャンパスの3つがあります。京大の場合はほとんどの学生が吉田キャンパスで過ごすことになるので、今回は吉田キャンパスにスポットを当てて話していきます。吉田キャンパスはどこにあるのかというと、ざっくり言うと銀閣寺とか平安神宮とか八坂神社の近くにあります。京大の場合は東大と違って渋谷
屋とか東京ドームみたいなエンタメチックな場所って結構少ないんですけど、ただ寺社仏閣みたいな京都らしい奥ゆかしいスポットはめちゃめちゃあります。京大は東山地区にあるので、銀閣寺とか南禅寺とか八坂神社とか清水寺とか知恩寺とか超有名スポットがめちゃめちゃ近いです。あと北の天満宮とか金閣寺とか龍安寺とかも電車を使えばすぐに行くことができます。ちなみに嵐山も電車を使えば15分ほどで着きます。なので都会ではないんですけど、ただ京都らしい雰囲気が好きな人にとってはめちゃめちゃ最高のキャンパスだと思います。買い物をしたければ三条とか祇園に行けばいいし、あとは電車を使えば30分ほどで大阪に出ることもできます。さらに嬉しいことには京大は東大と違って大学周辺の家賃ってめちゃめちゃ安いんですよ。東京と京都で地価が全然違うので、京都の方が安いのは当然なんですけど、自分なんかは5万円ほどで京大のすぐ近くに住んでました。今回のキャンパスの立地の勝敗については家賃の問題もあるっちゃあるんですけど、ただ東京が好きか京都が好きかみたいな問題になるので、おのおので勝手に勝敗をつけてください。3つ目の比較項目は女子学生の割合です。これは大事ですね。ここから先の比較については主観を完全に排除したデータに基づいた比較になるので、結構スピーディーに比較していきます。各主要大学の女子学生の比率はこんな感じになっています。これは2019年のデータです。このデータを見てみると、東京大学が 19.3%、 そして京大が 22.5% になってます。今回は関係ないんですけど、東工大はさすがの男社会ですよね。ダントツの最下位です。東大と京大に関してはほとんどどんぐりの背比べなんですけど、一応京大の勝ちとしておきます。東大と京大のどちらに進学しようとも学部によるっちゃよるんですけど、クラスにいっぱい女子生徒がいるみたいなことはあんまり期待しない方がいいです。自分なんかは工学部の電気電子工学科にいたんですけど、130人中女子って大体4人か5人ぐらいしかいなかったですからね。このデータには載ってないんですけど、阪大とか旧大の女子学生の割合って 30% を余裕で超えてるので、それと比べると東大と京大って本当に結構少ないです。やっぱり女性自身も東大とか京大に進学してしまうとモテないっていうことを分かっているので、進学する人が少ないと思うんですよ。特に東大なんかはこれまで一度も女子学生の割合が2割を超えたことがないっていう東大女子2割の壁っていうものがあるらしいです。あと東大に関しては受験生の中で東大に行けたとしても嫁に行けなくなるっていう話が出るぐらいです。別に結婚が全てではないんですけど、ただ多くの女性にとって嫁に行けなくなるっていうのはかなりのダメージであるっていうことは間違いないですよね。こういう理由もあってか、旧帝大の中では東大と京大の女子学生の割合はかなり少なめになってます。東大とか京大に行っても5人に1人も女子学生がいないので、ほとんどの人は他の大学のことを付き合います。東大の場合は周辺にどういう大学があるかわからないんですけど、京大の場合は同志社大学とか同志社女子大学とか京都女子大学の人と付き合います。できるだけ女子学生が多い学部に行きたいんだったら、文系の場合は経済学部文学部に行ってください。そして理系の場合だったら農学部に行ってください。4つ目の比較項目はノーベル賞の受賞者の数です。このノーベル賞についてはいろんな数え方があるんですけど、今回は各受賞者が教育を受けたまたは研究を行った大学をカウントします。この数え方でいうと京大が11人、そして東大が8人で京大の勝ちになります。例えば他に違う数え方として学部出身がどこかみたいな数え方をしたとしても8対8のドローになるので、割とノーベル賞については京大に分があります。東大のノーベル賞受賞者の内訳はこんな感じになります。1949年の湯川秀樹博士のノーベル物理学賞、1965年の友永慎一郎博士の物理学賞、2008年の小林誠博士のノーベル物理学賞、同じく2008年の増川俊秀博士のノーベル物理学賞、2014年の赤崎勇博士のノーベル物理学賞、1981年福井健一博士のノーベル化学賞、2001年野井義晴博士のノーベル化学賞、2019年吉野明博士のノーベル化学賞、1987年利根川進博士のノーベル生理学医学賞、2012年山中伸弥博士のノーベル生理学医学賞、2018年本庶佑博士のノーベル生理学医学賞。さすが京大は研究はめちゃめちゃ強くて、東大にも全然負けないぐらいにノーベル賞の受賞者を輩出しています。次に東大の受賞者の内訳はこんな感じですね。まずはノーベル物理学賞からです。1973年の江崎レオナ博士、2002年小柴正俊博士、2008年南部陽一郎博士、同じく2008年増川俊秀博士、2015年梶田俊明博士、次はノーベル化学賞です。2010年根岸英一博士、最後はノーベル生理学医学賞です。2016年大隈良典博士、そして2018年本庶佑博士。これを見てみると、京大は全員が自然科学分野に対して、東大は結構幅広い分野から出てますよね。これだけでも東大と京大の研究の色が全然違うっていうことが分かったと思います。5つ目の比較項目は平均 IQ です。正直平均 IQ については公式なデータがないので、ネット上によく出回ってる数値で比較します。そうすると東大が127で京大が121になります。データの信憑性が微妙で正確性に欠けるんですけど、一応ここでは東大の勝ちとしておきます。一度ちゃんと全学生に対して IQ テストを行ってちゃんとしたデータを取ってみてほしいですよね。一応他の大学もネット上に出回ってる数値的にはこんな感じになってます。3番目が慶応で、4番目が大阪大学と東京医科歯科大学らしいです。このデータは一体何を根拠にしてるかはわからないんですけど、とりあえずふーんと思うぐらいで大丈夫です。
6つ目の比較項目は上場企業の社長を輩出した数です。社長といっても会社なんて誰でも作れてしまうのでヘボい会社は除外して、今回は上場企業に限定しました。上場企業の社長の出身校の上位30校はこんな感じらしいです。このデータによると東大が169人で京大が86人らしいです。なので東大の勝ちです。上場企業は関東に集中しているので早稲田とか慶応とか東大が上位に来るのは当たり前ですよね。京大の場合は関西電力とか大阪ガスみたいな関西の上場企業が中心で、関東はほんの一部って感じですかね。それにしても今回は関係ないんですけど、慶応の社長の数は圧倒的ですよね。慶応は学抜も強いし MBA も強いので、さすがにビジネス面ではかなりの存在感です。7つ目の比較項目は公費引用論文数です。公費引用論文数っていうのは科学全体を22個の分野に分類して、各研究分野において引用された数が世界の上位 1% に入る卓越した論文のことを言います。なんでそういう風に定義するのかというと、いくら論文数が多かったとしても誰にも引用されない雑魚論文は意味がないので、そういう風に定義しています。プライベートアナリティクス社が出しているデータによると、東大が1326で1位です。ちなみに東大の全体の論文の中の公費引用論文数の割合は 1.6% です。そして第2位が京都大学の764です。京大の全体の論文の中における公費引用論文数の割合は 1.2% です。このデータによると京大よりも東大の方が多くの研究者に引用される質の高い論文を出していることがわかります。なので公費引用論文数については東大の勝ちとします。最後の8つ目の比較項目は卒業生の平均年収です。各大学の平均年収はこんな感じになってます。このデータによると東大が729万円、そして京大が677万円らしいです。やっぱり上場企業の社長の数からも分かる通り、上場企業が集中しまくっている関東で出世しやすい東京大学の方が絶対に平均年収は高くなりますよね。あと意外に思うかもしれないですけど、京大よりも東大の方が独立志向とか開業志向が強いので、それも平均年収を上げてる原因かもしれないです。ここまでで8つの項目について東大と京大を比較してきました。東のトップと西のトップなだけあって、かなりハイレベルな戦いになりました。最終的な結果をまとめるとこんな感じになります。東大が5勝で京大が2勝です。そしてキャンパスの立地だけ個人の好みによるっていう感じです。改めて比較してみると、今回比較した項目だけ見ると東大の圧倒的勝利って感じですね。どんな比較項目で比較するかによって結果は変わってくると思うので、今回はあくまで参考程度だと思ってください。今回勝敗をつけはしたものの、東大と京大それぞれ独自の面白い文化だったりとか魅力があったりするので、個人の好みとかあとは目的に従って進学するようにしてください。自分の場合はとにかく実家が京大から近かったし、あとは絶対に都会よりも京都に住みたかったので京大にしました。今回の動画が何かしら皆さんの役に立つ動画になっていたら嬉しいです。それでは本日の内容は以上です。自分のチャンネルではプログラミングとかお金の稼ぎ方とかキャリア論とか皆さんにとって超役立ちの情報を発信するので、今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは。